ちょっとドキドキする栄冠ナイン、俺初めてなんだけど。はい、いりません。サポートメッセージあり、環境音あり、 3D モデルね、ここら辺はいいんじゃねえか。はい、設定終了、いくぞ。ちょっと何か、何これ、もう2020年スタートいいでしょ。すげえ、ちょっと待って、おもろいな、もうおもろいぞ。東京で始めていい？いや、ちょっと待ってね。みんなが知ってるように、俺、バカなんだけど、一応。ライバルが多い地区で俺は勝ち残れるの？北海道は苫小牧があるよな。ガチでどこおすすめ？北海道やっていい？俺。そこはロールペイン、まあ、じゃあ、東京にするか。分かったよ。はい、頑張ります。東東京で。やべ、ハラハラする。何このゲーム。ニックネーム、どっちだ？俺もね、菅原って呼ばれること少ないんだよね。俺最近菅原って書いた記憶がなくて、この前市役所行って書類書いたんだけど、自分の名前が菅原ってことに違和感があったんだよな。スタンビだろ。あ、ニックネームした、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ニックネームで菅原でいいじゃん。あ、シス、あ、菅、原。目がチカチカする。目がチカチカするよ。ちょっと原どこ？あ、あんじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。菅原。はい、菅原と申す。よろしいよろしい。はい、で、菅原。で、こういうのは、ちゃんともう本名でやりたい、俺は。はい。俺ね、すごい思い出してきた。ちょっと思い出してきた。俺ね、俺小学校の時ね、絶対星入れんだよね。え、思い出してきた。これ俺のこだわりなの。すごい、いや、キラリ。いいじゃねえか。じゃ、ニックネームの方にも入れていい？はい。はい、これで。絶妙にダサいな、全部。スタンミ。あ、なんか、海外選手っぽくてよくない？高校名設定。いやー、ちょっと俺の高校廃校になっちゃったんですよ。渋谷高等学院渋谷は、俺が卒業した次の年に、廃校になってしまったので、まあ、でも渋校で行くわ、でも。でも渋校で行く。渋子、はい。渋い、渋川。渋谷があるじゃん。シーブリーズがある。シブリーズ。シブリーズなんだ。渋谷で行こう。渋谷。都道府県も設定しました。大切すぎる。ユニフォームなんて一番大切なんだから。オッケー。バズレーサーじゃん。これでいいじゃん。これにしよう。これにしよう。俺たち弱小から始めるでしょ。あの渋子が来たら、コロシアムが赤に染まるぞっていう、そういう噂を流れさせる。轟かせる。日本に。監督の顔？俺だよね。俺なんかね、目が横長じゃないんだよね。若干丸いんだよね。これ？これ俺？これ俺？これ俺？じゃあこれにするわ。イキリサングラスあるじゃん。危ねえ、本当によかった。俺25歳になってよかったよ。小学生ならつけてたな。これか、これか俺だった。危なかった。いやもうほぼ俺だろ、これ。これガチで捉えてるだろ。これにしよう。はい、オッケー。はい、始めまーす。何これ。名前変えれるか、名前変えていくか。で、完了と。いいでしょう。はい、OK と。栄冠ナインを始めます。よろしくどうぞ。はい。野球部監督に就任した。これスタンミ星だね。スタンミキランの方だね。
スタミジャパンの方じゃないよ、スタミキランの方ね。率いる野球部にこれから一体何が待ち受けているのだろうかと。かわいい、すごっ。ちょっと待って、若干立体になってねえか。パワプロくんすごい、こんなに進化したの10年間で。下見キラン監督は以前も監督をされていたんですか。してないんだね実は。画面側に並んでいるアイコンを進行アイコンといえば、進行アイコンはいろいろな種類があります。まずは練習、いやこれチュートリアルか、チュートリアルいらないんだな、もうお前らに全部押してもらうから。ここら辺見なくていい、これ説明書も見ないタイプ。はい、よろしい、スタミキランが入ってきましたよ。まず6人なんだよな、新入部員から集めないと。メジャーみたいな入り。まずはいいんじゃない、まずはあそこでしょ、赤から止まってこうぜ。練習進行アイコン使用後の成長報告には、2種類の経験要素を合わせるものになります。ここに設定している練習項目の経験と、ちょっと言ってる意味がマジでわからん、漢字は3個まで。赤のメガホンです。あ、これさ、コナミが良くなくない、俺が悪いかって言うとそうじゃなくない。始めたらまずここにはさ、赤は置かないべきじゃないか。赤いバネに止まるとチームにとってマイナスになるイベントが起こります。まあ学んだな、できるだけ踏まないようにしましょう。はい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 、オッケーオッケー。結構サクサクいくんだね。これ試合前どんぐらいあんの。とりあえず今いる部員の能力見ない、どこでいんの。選手データめちゃめちゃおるやん。なるほどね、ちょっと上から見さして。パワープロ思い出すわ、高校3年でもうお前何をしてたんだ、何お前は使わん。しかもこれさ、引退するんだよね、3年は捨てでいいんだよね。じゃあ、あもうな、ちょっと弱小すぎるマジで。雷神は、いや能力がないのか。本当だ、俺もな、雷神の方向性決めたわ。もうナックルしか投げないやつにしよう、それでいこうか。ナックル投げるやつって他投げられんくね。俺が見てた漫画そうだったわ、ギュッパーとか言って。まあシャルルは1年だからな、許そう。プルヒッターって何、プル引っ張り、引っ張りに強いやつ。ジャス1年、いやこう見るとジャスやっぱ万能なんだよな、能力こそないものの、ステータスが均等に来てる。じゃあこいつもタイムにしよう、俺こういうやつ許せない。監督としてチームのムードを崩すやつは許せません。スタンビー使えない、お前使わん、2円使わない、 OK 了解、チームの状況分かりました、仕様分かったわ、サクサクいこう。あーこれ来たね、1ヶ月の目標を決めてやればみんなももっとやる気を出してくれると思いますと。来月から練習指示ができるようになりました、はい了解です。もう5月なの、もう1ヶ月終わった、このゲームもうね。ちょうだい、大臣だけ先にやらして。どうすんだこれか、あー磨くがあるじゃん、もうこれは決定してんだよ。もうこれ最高なんぼ、最高なんぼ、よし7に行こう、雷神7に行こう、お前まだ1年だ、時間はある、お前が卒業する頃にはナックルは7だ、頑張ろうね。あーなるほど、キャッチャーはあの盗塁か、盗塁を刺すために肩がいるんだ、いらんいらん。弱小なんでしょ俺、弱小としか当たんないでしょ、足速いやつなんていねえもん、いりません、肩はいらん。うん、まあとりあえずお前らはあのね、キャッチャーはこれはあげよ、これ多分ね君一番ボールに触るから、ピッチャーと共にこれあげないとお話になんない。ジャス来たな、ジャス、お前はあ、しかもショートやん、
ジャスっぽい、すげえジャスっぽい。走り込もうぜ。じゃあ走ろう。まずうちの渋子の野球はそっからスタミジャパン、スタミジャパン、このかこの高校のコンセプトにちゃんと合わせるんだから。お前足が速いじゃないかよ。リアルの俺と一緒。俺もサッカー足元はなかったけど足は速かった。どんどん上げてこうぜ。忍者は1年か。お前もういい、ちょっと待って、忍者どうすんのこれ、処理に困るんだけど。46点、ちょっとまあアンパイに肩でいいかな。一回これで行ってみようか、一回これで行ってみようか。に忍者がわからんすぎた、ごめん。ちょっとほぼ放置。これ長いゲームなんだ。サクセス的なのを想像してた。違うね、自分探しの方。これ使えるかもしれませんね。そうだな、忍者に渡そう。あいつは野球してる場合じゃない。ちょ、野球はやめるしかないんだよ。あいつもう無理だから、野球の道ないから。ジャスを励ました、元気になったようだ。そう、ジャスはしっかり丁寧に座ってこう。シャルルの補給とか守備力がガンガン上がってる気がする。さすが学びますね。シャルルの学力がすごい、伸び幅がすごい。シャルル、今日はスタンミの16歳になる誕生日祝ってな。5月4日、スタンミのね学力上げなくて、逆にバカがいいとこ。スタンミキラン監督、バットやクラブでの野球道具について。いや、そんな細かいとこもあんの。1選手につき1回。だって6年出場していい道具をもらっただけ。うまくなって、なんでこんな辛辣なんだ。お前が選手のメンタルを狂わしてんじゃねえのか。意識がないようだが、あ、ダメだ、ちょっと待って、脳が決まってくる。このペポンってことで嬉しすぎる。新入生のさ能力上がるとめっちゃ嬉しい。はっきり言って2年もちょっとどうでもよくなってきてるもんな。1年の上がる、1年の能力上がるのめっちゃ。肩がびっくりした、マジびっくりした。チームオーダーってどれ、試合、あー、これは体質だわ、これは体質で3年ばっかなの。お前らどっか行け、シャルルしか興味ない。お前、お前とりあえず、とりあえず3年は抜く。あの本当に申し訳ないんだけど、これね、チームが勝つため、マジでオッケーかな、これで。いや、もう本当にこれさ、いや、これマジの話なんだけど、忍者はね使わないと思う。大泉のお母さんがやってきた。大泉同様優しそうな人だ。見学に来ただけだった。やっぱバカだ。天候について、いつで雨や雪の練習効率、了解。雪になる確率は地域によって異なります。あぶね、北海道行かなかった、ガチであぶね。来たね、初試合来たね。聞いてねえよ、おめえだよ。試合をするにはだっていろいろ説明をしておこうかと思うんですが、ちなみに今から説明することはマネージャーの面、はいはいはい、チュートリアルね、必要ないですよ、いりません。いらないな、君たちに聞く。説明書は見ない俺は。あー、ちょっと動かしすぎたな。水分補給。待ってコントローラーがどうしたの。コントローラー壊れてる。ちょっと待って、注目選手、ああ間違いなくいるのだろうな。待ってね、オーダー変更したい。
先発を雷神に変えます。しかもお前調子いいね、踊ってんじゃねえかよ。あとは問題ないな、稲庭の調子が良すぎるか。注目戦確かに注目選手を出さないのもそうか。あのね弱小であればあるほど序盤って大切で、序盤に崩せばその後メンタルも崩れてどん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 ずるずるいくから、まず調子のいいチャンプを出す、でその後に注目選手を出そう。試合開始いきましょう。渋子来たね。歴史の第一歩目、5回からなんだ。ツーアウト二塁、守備不安なんだけど、雷神ゼーハーゼーハー言ってねえから。はあ、なるほど、究極の思考、研ぎ澄まされた思考でプレーします。雷神はいつも研ぎ澄まされてる。問題ない、使わない。詳細表示、いや雷神に任していいでしょう。雷神はやる音だよ。一回コースお任せで見てみようか、雷神の投球を。はこれ何、雷神さん本当に何をしてるの。これもう押す意味あるよね、応援みたいな。ちょっと待って、雷神もう研ぎ澄ました方がよくない？お前のことを信用できないんだけど。もう一球一球これ指示したい。一球外そう、全部ストレートでなんかね中に飛んじゃってるよ、よくないって。いいね、慎重に行こうな、マジで。俺たちの野球は始まってんだからよ。その難しいところは弱小には取れない、無理なんだから、ここは無理なんだから、弱小にはちょっと待ってくれ、ボコボコじゃねえか、スタミン見せていこうぜ。あ、打つ側もできるんだ、はいはいはい、強心臓を持ってる、チャンスに強くなります。2塁ってもうチャンスだよね、俺惜しまないで使うわ、強心臓で。いや、お任せでよくない、お任せでいこう一回で、センター返しかな。ミート多様がいい、ちょっとミート多様がいいの、オッケーオッケー、ミート多様にするわ。あ、そうだよな、別に強心使う必要ないもんな。でも積極的に打っていこうぜ、チャンスだもん。で、強心臓使って、強心臓、使ってるし、スキル。うん、で、これでセンター返し、うん、いいよ、ちゃんと見ていこう。打てないやつは打てない、なんで139キロも出てるの、能力の差が出すぎてる。これも俺の足なら走って全然ダメだ、ちょっと待って、走力っていらなくない、野球に走力っていらなくない、まずい。俺このチャンスをものにしないと、打席で威圧感を放ちます、放っていこうよ、そんなの放っていこう。あ、これ毎回すんのね、はい、引っ張っていこうぜ、パワーがあるんだったら引っ張ります。丸準備しとこう。もうな、あのね、うち120キロしか投げられないんだよ、なんで140キロ近く出てんだよ。え、待って、ちょっと待って、え、こういう時って積極か慎重ってどっちがいいの。でも慎重に行くと見逃すとか。引っ張ろう、よっしゃー、オッケー、前に、ちょっと待ってね、雷神は投手やぞ雷神さんは投手やけど、お兄さん方野手の能力なんて忍者より強い、さすが。あ、代打か、なるほどね、代打を出せばいいのか。タイム、こういう時に、E と D 総力もあった方がいいよな。でも調子が良くないね、 E と D、 稲庭が調子が良くてこいつかな、弾道低いけど悪くないでしょ、行っちゃいましょう、 OK、 3年だけど代打から許して、
で代打だからウルト使っちゃう、クソなし能力、ちょっと言ってる意味わかんないけど使う、とりあえずお前調子いいんでしょ、強振で行こうぜ。こういう時こそ狙わないとダメよ、思いっきり振れ、思いっきり行こう、よし。は？え？代打？え？俺の知ってる野球と違うぞ。野球ってルール変わったぞ。この感じは。俺が知らんうちに野球のルールが変わったみたいだね。俺は雷神にもっと投げさせてやりたかったよ。やべえ、もうありえない、ありえない、イリノくんもう疲れてるよ、イリノ、ちょっと待ってこいつで、あのね、球数打たしてる暇じゃねえわ、全部ストライクに行け、お前はもう無理、外してる場合なんてない、そんな体力ですらもったいない。18球目だよ、は18球、これさ変化球を投げるとかないの、くそ、いやこれならいいでしょ、いやナイスダブルプレー、ああないか、いやでも1年で実際抑えられてんだね、疲れてはいるけど、いやこれね1球外す必要がある、捕手だったらバッターとして有能な可能性があるから慎重に行こう、お前疲れてんのは分かるけど一緒に行こう、頑張ろう、でストライク、うん、118キロ、118出てれば十分だよ、あー出てるよ出てるよ出てるよ、イリノにしては出てるよ、他なんてどうでもいいからね、よっしゃでかい、抑えられてんのマジででかい、で一発外そう、ちょっと待ってね、俺野球していい、俺野球していいか、みんなこれ禁煙だわ、これ調子いいでしょ、これ調子いいやつは一回外す、これマジツーアウトだから問題ない、ここへ打たれたら終わり、オッケー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 、緩急重視って初めて出たな、お前に緩急なんぞあるのか、ストレートが110何歩で緩急が発生するのか、そもそもで1回外そう、これはお約束、渋子のお約束で1回外す、まずは様子見、俺のロールと一緒、こいつ下手くそなんか、いやストライクに投げるじゃねえかよっていうね、心理戦が発生してる、まずそこでまずいフェア投げろちょっとごめんみんなはい OK、 いやいやいや、あー汗かく、このゲームめっちゃ汗かくね、熱いわ、ちょっと 打ってみてほしいんだよな、どんな弾道になるのか、えパワーがないからとりあえずセンター返し、オッケー、もう3点差なのか、きついね、よく、まあ、何してるの本当に、ゴミクソ、試合が終わっちゃうよ、今んところイリノしか得たものがないぞ、イリノ大活躍なんだから、あと監督、いやでも教師にする、一発逆転じゃない、ちょっと D とかで入るのかも、 そもそも入るのかがわからん、待てがある、1球目は外してくんだ、どの監督もだろ知ってるよ、でこっから勝負だな、引っ張ろうぜ、ガツンといったろ、137、早い、うちの投手は115しか出ないのに、
飛ばすじゃねえかよ。俺だけだよお前のこと信じてたら。ノーアウト走者なし。マジか。ちょっと待ってね、ちょっと汗ふかしてな。夏だな、本当に夏なんだから。集中していこう。で9回裏だから代打とかも惜しまず使っていいんだよな。ジャスジャス、お前は待って総力が遅かったんだよな。でもこのジャスの能力で使うのは、ライダーを使うのはもったいないから、そうだね。で究極の思考を使ってセンター返しが 6? 間違いなくセンター返しよ。それは何を 目を回してんだお前は。お前一本持ってないぞ、頑張れ。あー待って俺忘れてる、俺忘れてるよね、これね。俺忘れちゃうわ。言ってー、よかったよかった。フェアだろできれんだよ、なんできれんだよ。しかもお前センター返しな、忘れてるぞ。慎重に行け、打て。はい、外れてるで。よかった。いやちょっと上がりすぎか、お前。え、まさか届く高校の校庭。近いな、狭いと思ったけど無理だった。超ファイト使う。でさっきね、一発上にボール球が来たから、それ打っちゃうところから待つ。ローボールを待とう。これね、もう運ゲーに達してるんだよな。このゲームはもう運に来てる。ローボールを待つしかない。ここで監督が待てを出すか出さないか。いいや、出さない。流し打ちが5だから流し打っちゃう。ここで北側が来たのはもう間違いなく運がついてるな。とりあえず究極の思考を使って、うん、あ、本当熱いな。あ、これね。でミート多用で積極打法、流し打ち。パワーがない選手で、でも3なんだよね。これ3か2だったら3の方がいいんだよね。パワーがなくても引っ張りの方がいいんだよね。これどっちがいい、これマジで聞きたい。これどっちがいいと、何がいいと思う。これお任せでいいの。あ、じゃあもうこのポイントが全て、あ、ポイントがもう全てなんだ。よく返した。いいやマジで1戦目にしてはかなりいい試合やった。練習試合だし、まあちょっと監督の采配ミスはある。雷神がもうちょい投げてたらあったかもわからん。